千葉県佐倉市のふるさと広場まで自転車でチューリップを見に行ってきました。会場には風車もあり、さながらオランダにいるかのようでした。今日は佐倉市にあるふるさと広場までチューリップを見に行ってみたいと思います。時刻は日曜の朝8時、目的地までは約30キロ、2時間ほどで到着の予定です。 Google マップのナビゲーション機能を使い、目的地まで最短距離で行けるように徒歩モードを使っています。車道の端の部分が自転車通行禁止のため歩道部分を進みます。この橋を渡ると市川市です。市川市の湾岸エリアには大きな倉庫がたくさんあり、アマゾンの物流センターもここにあります。国道357号線も交通量が多いので歩道を進みます。右側には JR 京葉線が走っています。江戸川の河口に架かる橋を渡ります。首都高速の高野ジャンクション付近です。湾岸線から外環自動車道が分岐をし、常磐自動車道、東北自動車道、さらには関越自動車道へと接続します。二俣新町駅付近です。京葉線から分岐をする武蔵野線の線路が見えています。船橋市に入りました。この辺りには工場も多いのですが、右手奥の海岸は船橋三番瀬と呼ばれ、潮干狩りなどを楽しむこともできます。この先にはららぽーと東京ベイがあるのですが、今日は手前で左折をします。京葉道路の高架の下をくぐり、 Google のナビゲーションに従って住宅街を進みます。船橋大神宮の横を抜けていきます。名門県立船橋高校の横を抜け、砂沼方面へ向かいます。徒歩モードにしているので時々こんなことがあります。一旦コンビニで休憩します。コンビニではこのように自転車を止めます。国道296号、成田街道は道幅が狭いので時々こうして歩道を進まなければなりません。習志野市に入り、新京成線の踏切を渡ります。右手にあるのが落下傘部隊で有名な陸上自衛隊第一空挺団の習志野駐屯地です。八千代市に入りました。桜の並木が続きます。2週間早ければさぞや綺麗だったことでしょう。花見川に続く新川を橋で越えます。東洋高速鉄道の村上駅付近です。Google のナビゲーションによってまた住宅街の中を進んでいます。こんなところも通ります。ユーカリが丘駅近くのタワーマンションが見えてきました。すでに佐倉市内に入っています。住宅街のお寺の中にちょっと興味を引くものがあったのですが、入り道で紹介します。
京成電鉄の線路沿いに進みます。さくらふるさと広場に到着しました。印旛沼サイクリングロード沿いにあり、自転車ラックも用意されていました。チューリップ畑です。ふるさとあります。チューリップは一つの株に一つの花と思っていたのですが、これは少し珍しい品種です。ミッフィーもちゃんといました。昔はウサコちゃんって言ったんですけどね。立派な風車小屋です。隣には羽橋もあります。さあ挨拶大事やから、はい、それではコンビ名折り紙と申します。小さな心ちゃんが頑張ります。応援よろしくお願いいたします。はい、いいね。どうです、さあ可愛い技から見ていただきたいと思います。はい、お今ほう言うたんですか、あのほうは気合出たきなんでいきます。心、さあ手は使わず、はい、おお、はい、それ、おいいね、いいよいいよ、ちょっとドヤ顔早いな、ちょっと待ってや、ここから数増やすから、3ついきたいと思います。さあリズムが大事、はい、出ました、まっすぐね、そう前向いて、さあいきましょう、連続、はい、よし、はい、はい、よし、いいね、いいね、よし、かなり余裕な顔してるんで、ちょっと思い切っていきますね、よし、さあ、これができるかどうかでちょっと技の内容変わってきますので、よろしくお願いします。お、やる気やな、じゃあ行こうか。さあ、心、気持ちを切り替えて、ちょっとこっち来て、こっち、こっち、いいですか、自信持って、はい、一発で真ん中、はい、そう前頼むよ、いいね、いける、よし、それではいきます。ここはかっこよく、おはい、はい、もう始めます、はい、おそうです、それではいきます。飛び越えた後ご注目、いいですか、何回も言わさない、はい、後ろに行くのは自信のなさの表れです、はい、そうまっすぐ、そうまっすぐ、反対からも、はい、前、そう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 、金メダル、おお、さあ、さあ、決まったところだよ、はい、頑張れ、よいしょ、やるときはやる恐れではない、はい、
どの花を見ても綺麗なのですが、チューリップに非常にたくさんの種類があるということが分かりました。色や形がとても特徴的なので、それぞれにユニークな名前がついているのではないかと思うのですが、植物園のような名前の表示はありませんでした。帰り道、桜市薄井台で史上最強の力士と言われた雷電の石碑を見ました。書かれている文字は佐久間昌山によるものです。手の大きさの違いはこの通り。自宅に到着しました。本日の走行距離は 69.67 キロ、タイムは3時間32分でした。